ジョセフ・パトリック、ジョー・ケネディ・ジュニアは、アメリカ合衆国海軍軍人。いわゆるケネディ家の長子であったが、第二次世界大戦中に戦死した。最終階級は、海軍大位。1915年、ジョセフ・ P ・ケネディの最初の子供として、マサチューセッツ州、ブルックラインで生まれる。1938年に、ハーバード大学を卒業。 ロンドンスクール・オブ・エコノミクスでハロロド・ラスキに指示した後、ハーバード大学ロースクールに入学する。1941年、ロースクール在学中に海軍パイロット増員計画に応募。1942年5月に海軍予備少尉に任官。飛行艇パイロットとして大西洋、カリブ海で対戦紹介任務に当たる。1943年7月。 VB-110 飛行隊に配属。ウェールズ南岸のダンクスウェル基地に駐屯し、PB4Y のパイロットとして、ビスケーワンにおける対戦紹介任務に就いた。1944年、ロンドン大使館付海軍武漢補佐官の任務を断る。飛行隊隊長内途中佐から特別任務参加の打診を受け、即座に志願。 V-1 号兵器基地撃滅作戦、アフロディーテ作戦に参加する。トルペックス火薬12トンを搭載した PB4Y の操縦を担当。8月2日、ロンドン北東ファーストフィールド基地で訓練開始。8月12日午後3時、本部で攻撃の最終打ち合わせ。目標として、カレー南方ミモイクの V-1 文化を指定される。打ち合わせの後、 ロンドンの友人ハーストに電話し、帰ってこなかった場合の父への伝言を頼んだ。無線機実験部隊隊長スミス中佐と握手してから、トルペックス火薬374箱を搭載した、PB4YT-11 号機に乗り込む。午後3時52分離陸。午後6時20分、イギリス南部、ニューデライトート上空で、蒸気爆発。複装重視。 ウィリフォード・ウィリー中尉と共に戦死。戦死時、海軍隊員。ジェームズ・フォレスタル海軍長官は1時間以内に事故の報告を受け、ハイアニスポートの別荘で西洋中のケネディ夫妻への通報を指示。8月13日、ボストン海軍くつけオレリア神父がケネディ家へ赴き、両親に行方不明を伝える。1963年、特別任務の内容が公表された。 ありがとうございます。